世界丸ごとハウマッチ。世界丸ごとハウマッチ。世界丸ごとハウマッチは、1983年4月7日から1990年4月5日まで、毎日放送。MBS と EAS トの共同制作により、TBS 系列他で放送されていたトークショーを兼ねたクイズ番組である。放送時間は開始当初毎週木曜22時22時54分、JST だったが、 1984年10月4日より放送時間を2時間繰り上げ20時20時54分 JST に移動した。現代の世界における様々な珍品、名品、豪華な品物をクイズ形式で紹介する。現地取材によるレポートとスタジオの司会者、回答者とのトークを交え値段を予想する。回答者の答えを出すときには、せーの、ハウマッチ。 という決め台詞があった。同じく世界の話題を扱った、フジテレビ、なるほど。ザワールドは、リポーターが世界への取材を行ったのに対し、本番組はリポーターを置かず、またスタジオでのトーク、司会の大橋巨泉と回答者の B と、たけしの毒舌合戦が目玉の一つだった。放送開始当初の視聴率は苦戦したが、たちまち人気番組となった。 番組開始当初は、プライムタイムの22時からのスタートだったが、好評のためゴールデンタイムの20時に放送時間が移動した。番組開始時刻が20時になってからは、特別番組、同じ曜日のザベスト10拡大版などの都合で臨時に2時間繰り下げとなる、従前の放送枠である22時22時54分枠での放送となった回に合わせて、今日は、 大人の時間だからと意図的に女性の裸など性的な内容を取り上げるようにしていた。番組最高視聴率は1984年5月31日に放送した回の33.8%ビデオリサーチ調べ関東地区世帯リアルタイム。視聴率は安定していたものの1990年4月5日小泉のセミリタイヤにより終了した。なお、 最終回は、さよならスペシャルとして、十九時から二時間の拡大版で放送した。番組開始当初は回答者は六人だったが後に五人に変更、回答枠は右側から一枠とする当初はこれに、沢田彩子もレギュラーで参加していた。たけしがフライデー襲撃事件により番組出演を休止していた時期、たけしが番組復帰するまでの二枠は、タレントや、 文化人などのゲスト枠となっていた一番出演したのは鶴瓶。ただし、この番組では小泉が長期休暇でも出演しないということはなかったので大量に取りためしており、フライデー事件の後も何ヶ月もの間、この番組は初日に収録されたものですと言い、テロップ付きで武しが出演していた。取りためが切れた後の最初の放送でそのことがネタにされ、石坂が一体いつまで、 何月何日に収録うんぬんってやっているんですかと小泉に突っ込みた。一般に外国人回答者は日本人回答者より安い値段を答える傾向にあったため小泉はケント・ギルバートをケント・ネギルバート・ネギルとかけている。名付け親は一視聴者、チャック・ウィルソンをケチャック・ケチとかけている。ケチ、役を同じく一視聴者からのネーミングに由来と呼んでいた。 番組開始当初は、小倉智明、あと番組の世界丸ごと2001年のナレーションも担当を含めて、数名でナレーションを行っていたが、小倉のナレーションが一番面白いという制作側の意向で、以後小倉が一人で担当することになった。番組冒頭のタイトルコールも小倉が行っている。この番組が小倉の出世作であり、七色の声を持つナレーターとして、 有名になった。特に、当時、石坂浩二がナレーションを務めた、NHK のドキュメンタリー番組、シルクロードや、久米明がナレーションを務め、日本テレビ系で放送された、素晴らしい世界旅行などのパロディナレーションは、定番であった。その一方で、時に、お色気問題などでは、ハイテンションなナレーションをすることがあり、例として、ビーチで寝転んでいるトップレスの女性が映ると、 もっと見せろ。と絶叫するなど、出題 VTR が終わった直後に、小泉が、小倉のバカ野郎。いや、何を考えているんだ小倉は。と情け容赦なしに、ダメ出しと突っ込みを入れていた。稀に、モノトーン口調でナレーションをすると、今日の小倉は、一体どうしたんでしょうか。と、小泉から不信任がられていた。また、番組の性質上、 ナレーターとは別に現地の出題者の吹き替え用に多くの声優が起用されたが、その中でも特に人気を博したのが、及川博夫。あまりにも独特な吹き替えを連発したため、特番で及川の吹き替えばかりを集めたコーナーが登場したこともある。一方で吹き替えられた映像を見た本人から、俺はあんな風に大げさに喋っていいぞと苦情が来たこともある。 オープニングテーマや BGM 関係、出題 VTR 以外を手掛けたのは、前田のりオ。テーマ音楽のメロディーは、NHK、クイズおもしろ、ゼミナール、TBS、キミア、ブレイク、テレビ朝日、ザテレビ NA、いずれも前田が、作曲によく似ている。小泉との交友関係が深く、一度ゲスト回答者として、出演もしている。オープニングテーマは、CD、 ブロードキャストドラックス毎日放送編に収録されている小倉の大橋巨泉の世界丸ごとハウマッチのタイトルコール付き。このオープニングテーマのファンファーレはホールインワン賞獲得時、ただし最初期のホールインワン賞の音楽はニアピン賞の音楽をリズミカルにかつ賑やかにしたものだった。ニアピン賞10本獲得時、ロストボールが10本溜まった場合、 最後の一節のみにも流れていた。各界問題は4問、近日クイズで構成されている。問題はいずれも、世界各地の様々なモノサービスを VTR で見て、その対価を現地通貨で答える。回答者はフリップに書いて答える。全員の回答が出揃ったところで、小泉が、それではさん、おいくらでしょうか。と振って正解 VTR を再生。 VTR で現地の出題者が正解金額のフリップ表面は番組ロゴと小泉の肖像画素あと裏返して金額発表を出すその後改めてキャッシュレジスターの金額表示に習ったロール字幕で正解金額を改めて表示する出題時には参考として現地通貨と日本円のおおよその換算レートが紹介されていたが経済 政治などの情勢の変化に応じた通貨単位やレートの変化からそうして国際的な経済情勢を感じ取ることができたのもこの番組の特徴であろう。とりわけ放送当時の1980年代中南米諸国の経済危機によるハイパーインフルへの対応から頻繁に通貨が切り上げられ、ボリビアの通貨の換算レートが1万、ボリビアペソイコール0.1円ということがあった。 時にはいくつかの現地通貨の呼び名が頻繁に変わるなど、ブラジルのクルゼーロ・クルザードなど敷いたことや、先進国においても1985年のプラザ合意による急速な円高ドル安が進行したことなども、そうした視聴者の印象を高めたと考えられる。ちなみに、番組開始の時点での米ドルは1ドル約240円だった。回答を日本円ではなく、 現地通貨で当てる方式のためか、賃回答がしばしば出た。中でも、アメリカのとある豪邸を当てる出題時、1987年11月5日、放送で3枠ゲストの井森美幸が7000兆ドル、当時のレートで約9 8円というあまりに巨大すぎる金額の回答に、武けは次の人は飛ばしましょうと呆れ返り、西村千恵子も本来なら、 金額を円に換算して発表するところをわかんないですね。天文学的数字ですと苦笑しつつコメント。それでも、イモリはわけもあるんですと理由を説明したが、石坂は立席したまま笑いが止まらず、小泉もびっくり仰天しながら、イモリにあなたの書いた値段というのはアメリカ全体の国会予算よりまだ高いんだよと返していた後日イモリが、 クイズダービーに小悪ゲストで2回目に登場時、小泉から恐怖の7000兆ドル、井森美雪ちゃんです。と紹介されている。他同じクイりの500億丸く、当時のレートで約4兆円等のような巨額の値を書いた場合、西村が円換算の発表を計算できません。と拒絶することも多々あった。また、ハンガリーからの唐辛子に関する問題。 1987年1月8日、放送で草笛講師は700万、ホリントと表示した際、西村は11億2000万円ですと発言後に、スタジオは思わず爆笑。小泉も司会席から立ち上がって駆け出してしまうほどだった。草笛はこの日のエンディングで、あまりの罰の悪さにその場から抜け出そうとしたため、小泉から30年来の友達じゃないの。 そんな逃げないでよとなだめられたが、もう生きてるのいや。恥ずかしくて、とこぼしていた。さらに1988年11月3日、放送文の3問目、セネガルからのゴルフのようなものに関する問題で、ゲスト回答者だった松崎修平が 25CFA フランと表示した際、西村は12円50銭ですと発言した。後に松崎は百五十 c f a フラン。 約125円と書き直すが、正解は500万 CFA フラン、約250万円で、ご多分にも漏れず結果は、ロストボールだった。特別番組として放送された、クイズ丸ごと大集合では、稀に、日本国内の問題が出題されたが、リーチギにも換算デートが、1円イコール1円と、表示されていた。クイズのため、回答の金額が、 ズバリ正解できなくても得点が加算される。得点はゴルフに見立てた賞とト,トロフィーが与えられ、得点は1本、2本と数える。小泉が正解に近いと判断した場合に与えられる。その際の字幕スーパーはニアピン賞と出る上、観客からの拍手がある。回答者席には一回り小さいゴールデントロフィーが並べられる。ニアピン賞ほどではないが、 そこそこの答えには仮が与えられ、同じ回の最終問題までに再び仮に匹敵する答えを出すと合わせ技で一本としてニアピン賞が与えられる。回答が正解の金額よりも二桁以上離れていた。場合の原点はロストボールとしてニアピン賞一本が没収される。テレビ画面にはロストボール、名前の字幕スーパーが出る。スタジオセットには ロストボールを飾る棚があり、そこには、その回答者の名前を、様とリボンをつけて記されていた。番組開始当初、レギュラー、石坂浩二、ビートたけし、準レギュラー、主に、チャック・ウィルソン、ケント・ギルバートの各回答者は、ニアピン0本の時に減点対象になっても、没収するニアピントロフィーがないため0ンのままだった。ところが、たけしが取られる、 ニアピンがないのをいいことに適当な答えを乱発したことがきっかけで番組中期の1987年頃からマイナスポイントを適用することとなり月にデビルが乗ったデビル人形が置かれるようになったテレビ画面にはデビル名前への字幕スーパーが出るこのデビル人形がある状態でニアピン賞を出した場合はトロフィーが与えられずデビル人形が一つ減る ヘッタデビルは、ロストボールの棚に飾られる、本来ロストボールとして、教室付きにアピンを借りていたと考えられるため、初めて、この場面になった時、石坂が強く主張した。また、デビル人形が10個になった場合は、黄金のデビル人形に置き換えられるルールだっかデビル人形10個達成者はついに現れず、そのため黄金のデビル人形が作られることもなかった。 デビル人形制度ができて第1号のデビル獲得者は、制度導入のきっかけとなった、超本人のたけし。後に、石坂、ウィルソン、ギルバートもこの制度が適用された。ただし、ゲスト回答者については、たけし近親中の1987年7月9日、放送文で、代理として2枠に座っていた、小野康氏が、ニアピン0本から2問連続で2桁以上差の、不正解を出した際、 小泉がゲストでも2問連続ならデビルを出したいと発言したものの、小野がその回で4回目の出演だったことから、石坂が5回以上出演者にのみ適用するという提案をした。通常回ではゲストへの導入はなかったが、1990年1月4日、放送の新春特番では、通常回のルールと異なり1特番だけの本数勝負。 小泉の判断で近い答え1回で、ニアピン2本を出すなどの特別ルールのもと、この回が番組初出演だった森口博子がフランスコニャックのレストランのの目玉のフライ1皿の値段という問題で、正解の280フラン、約5600円に対し100万フラン、約2000万円と回答したため、正解発表前の時点でデビル1本、正解発表後に、 さらにもう一本デビルが出されている。ピタリ正解の場合は、ホールインワン賞として、テレビ画面には、ホールインワン賞、世界一周旅行の字幕スーパーが出る、回答者には大きなゴールデントロフィーが授与される。また、正解発表時の演出が異なり、正解発表のジングルとドラムロールの段階で、スタジオの映像、観客の歓声に切り替わり、正解者にピンスポットが当たる。 小泉が回答者席へ向かい祝福する。ホールインワン賞、ニアピン賞のトロフィー贈呈及び没収とデビル人形の置き飾り及び返却はコンパニオンが担当する。最終問題は正解発表後に出演者が舞台中央に集まる演出があるため小泉や回答者自らがトロフィーを没収することもある。また同じく最終問題で ロストボールを出した石坂浩二が自らトロフィーをロストボール専用の棚に置きに行ったことがあった。最終回に近づくにつれニアピンを駆け出すというプッシュ方式も出だし、たけしがこの方式を頻繁に行っていた。普通のクイズ番組と違いトップ賞は決めず、特典は次回出演時に持ち越されるリバイバル版の世界バリバリバリューは当日分の結果で、 トップ賞を決めた。また、近日クイズの形式は、フジテレビ、ズバリ、当てましょうと似ている。正解のズバリ賞は正解の金額を当てた場合に、加減製品一式のセット、近い回答を出した人にはポイントを与え、最多得点者に、加減製品から一品を選んで贈呈した。ぴたり正解のホールインワン賞とニアピン賞10本獲得者は、商品として、 世界一周旅行を獲得できた。ニアピン賞は3本獲得で、東南アジア旅行、香港やシンガポール、5本獲得で、ハワイ旅行やグアム島旅行、7本獲得でアメリカ西海岸旅行などの海外旅行と引き換えられる。番組後期は10本獲得での世界一周旅行がほとんどだったが、レギュラー回答者以外で、ニアピン10本獲得により、世界一周旅行を獲得したのは、 コーズカンナとゲスト最多出場の稲川淳二の二名のみである。世界一周旅行は成田空港を出発してから自由な経路が選べ、再び成田に帰ってくるまで有効。ただし、獲得してから一年間という有効期限があり、それまでに旅立たないと権利を失った。獲得第一号はゲストだった沢田彩子、1983年5月5日、放送。 フランスの小型飛行機の価格4万2千フラン。サブタイトルは、ついに出た。ホールインワン第1号。で、レギュラー陣では、ビートたけしだった、1983年5月26日、放送会。アメリカ・ニューヨークの駐車移動料金30ドル。通常問題とは別に視聴者プレゼントクイズが1問、あった。2問目ないし3問目終了後必ずサイレンが鳴って。 今週のプレゼントクイズと字幕スーパーが回転しながら表示され、一旦 CM を挟んでからこのコーナーに入る。この時はフリップを使わず、小泉が回答者に一人ずつ問いかける形で答えを聞き出し、小泉から正解に近い回答者の答えを応募の目安にしていた時にはホールインワン賞に相当する答えを出したこともしばしばあった。稀に小泉が 1987年7月9日、放送文で出題されたハワイの酔っ払い運転の罰金の際の回答者3人が予想した50ドル入りません。別の回答者、マリアンの50ドルじゃ安すぎます。50ドルという反発けてくださいといったものや、1989年11月2日、放送文で出題されたハンガリーのチェーンブリッジ1時間分の証明料金の 際の、何千何百と書いてくださいというような、視聴者に細かなアドバイスをしていたこともあった。翌々週の正解発表における答えは、前者が150ドル、約2万千円、後者が4700フォーリンと、約9400円だった。視聴者プレゼントにも回答者の回答状況が影響した。番組グッズとして、10桁を計算できる電卓や、世界時計、 番組タイトルと毎日放送、MBS のロゴ入り、あるいはプレゼントクイズのお題になった商品そのもの、ないしは番組スタッフが現地から持ち帰った土産品がプレゼントされていた。しかし、ホールインワンが発生した場合、またはニアピンロストボール、ロストボール棚のデビルも含むが10個となった場合には、プレゼントクイズ正解者から一組2名のカップルに、ハワイ旅、マッキーは、 プレゼントクイズの出題地の海外旅行が贈呈された。また、デビル人形が10個貯まった場合、貯めてしまった回答者が自費で視聴者に世界一周旅行をプレゼントするルールもあった。なお、世界時計のプレゼントがあった場合は、商品紹介の際に小泉じきじきご好評いただいております。または単にご好評の世界時計をというお約束時があった。 プレゼントを世界時計のみにした理由としては、例として1988年11月3日、放送分のアメリカのゴルフクラブ1本のお値段は、のように小泉が皆様に古いクラブを差し上げても仕方がございませんので、や、1989年3月2日、放送分のベトナムの髪の毛1束のお値段は、のように、同じく小泉が髪の束を差し上げるわけにもいきませんので、 のセリフなどが挙げられる。プレゼントクイズの宛先は毎日放送であるが、大阪ではなく、東京市は郵便局支所箱宛。正解発表はその問題を出した2週間後に発表されるのが慣例。最終回のプレゼントクイズについては、5番組、世界丸ごと2001年の第2回目に正解と、当選者発表があった。この慣例は、2001年でも同様に続いた。 これは後日のネット局一覧に注釈した通り、一部の遅れネット局でもプレゼントに応募できるように配慮したためで、そのため画面上でも放送日は特定せず先々週のプレゼントクイズとのみ表記、ナレーションも同様に先々週のプレゼントクイズの正解ですとされていた。なお、このパターンは新、厨房ですよ。でも見られる。 1987年頃から数回機種、期末改編、年末年始を含むの特別番組、タイトルも、春、秋、年末は新春のハウ、マッチスペシャルと、冠が付けられていたとして放送されていたもので、通常のハウマッチ同様小泉が司会、西村がアシスタントを、レギュラー回答者を務めていた石坂と武士が、石坂チームと武士チームそれぞれのキャプテンを務めていた。 番組はチームそれぞれ5人ずつのチーム対抗戦形式で進行。番組タイトルロゴは20世紀フォックスのロゴを模したものでフォックスのロゴを巨に置き換えただけのものだった。なお、1987年1月に放送の第1回では、タケしがフライデー襲撃事件のために謹慎中であったため、東西出身地別での対抗戦形式をとっていたが、 同年秋の第2回放送時には、本来は、たけしチーム、石坂チームで開催するものだったが、ある出演者の事情、前述のたけしの謹慎のためにやむを得ず、東西対抗にしたと、小泉は10回している。道徳版も、同様に20世紀の出来事を特集し、コーナーごとにテーマを定めて、クイズを出題。その合計得点で、チーム賞と個人賞を決めていた。 チーム賞の優勝賞金は得点1000円で、毎日新聞社社会事業団のチャリティーに充てられた。そして最も得点を獲得した回答者には、MVP、最優秀志君選手賞として、通常の、ハウマッチで、ホーインワン賞を達成した時に贈られる世界一周旅行や、出題された都市への往復航空券、獲得得点第2位の回答者には、関東賞として、テレビや、 ビデオカメラが送られた。後継番組として、本番組のスペシャル、クイズ丸ごと20世紀をレギュラー化した、世界丸ごと2001年が1990年4月12日から1991年3月28日まで放送された。小泉は、スーパーバイザーとして番組に携わり、顧問、後に、御意見版的なジジイという意味を込めて、 今週の彦コザエモンと紹介されていたとして、数回出演した。2012年9月29日放送のテレビ大阪、テレビ東京系列、高人のおネ人生は、金時なりで、世界悪ごと、ハウマッチと題した企画があり、パネリスト出演者全員が、回答者として、クイズに臨んだ。BGM は、完全にオリジナルだが、タイトルロゴは、 本家とほぼ同じである。パロディ企画ではあるものの、クイズの進行部分はほぼ本家に近い形で再現されている。ちなみにホールインワン賞では賞金10万円、ニアピン賞では番組特製のクエカードがプレゼントされた。系列は放送当時のもの、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。